プライベートの、はい、普段のママ、はい、と勝利君をちょっと隠し撮りしてやろうかなと思いまして、はい、2人は普通に何も分からず来ますので。花はチャンネル、どうも花でございます。今日はですね、何度もご紹介させていただいております竹山さんにね来ておりますけれども、大将すいません、よろしくお願いします。いつもありがとうございます。今日ですね、実は、はいはい、普通にママと、はい、勝利君と3人で、はい、いつもみたいにちょっとご飯食べようかなと思って、はい、ご予約させていただいたんですけど、はい、実は僕はちょっと早く着きまして、はい、せっかくだからと思ってちょっとこれ今、はい、うまいことこう今壁にこう隠して、はい、隠し撮りな形で GoPro を置かしてもらってるんですけども、はい、プライベートの、はい、普段のママ、はい、と勝利君をちょっとカメラを意識してない2人をですね、ちょっと隠し撮りしてやろうかなと思いまして、はい、ああいいですね、すいませんなので大将知ってる、はい、大将とおかみさんだけ知ってる感じですね。で今日まだお客さんがいないので、はい、僕ら3人だけ知ってるという感じで、2人は普通に何も分からず来ますので、多分もうすぐ来ますんで。花はチャンネル、おお来た、こんにちは、勝利こっち、こんにちは、疲れた、こっちこっち、こっちこっち、大将すいません。あ、いえいえ、お久しぶりです。あ、お久しぶりです。久しぶりでもないか。じゃあちょっとせっかくなので飲み物を。じゃあママ、はい、何ですか。ちょっと寒いから熱燗いちごもらうかな。あ、はい、わかりました。大将いつもの感じの僕はつまみを。つまみを。はい。じゃあママももらう。何を。おつまみ。おつまみ。いつも作ってもらってる。あ、そうだね。勝利と半分こしてもらう。あ、じゃあそれ一つください。あ、じゃあ2つですね。刺し盛り2つ、はい、カニ、勝利はカニ食べたいんだよね、はい、カニ入れていただいて、はい、え、ね、これ何、これあの平貝っていう、あ、平貝、食べたい、大きい、はい、はい、すごいな、こんなでかいの初めて見た、初めて、気持ち悪いと思って、これは白い部分見れますか、ここの、まあ、召し上がるので、ちょっと一瞬こう見て、見ていいですか、はい、見れないから、さすがにこっち見えるよ、ほら、こうして見えるよ、見えんじゃん、本当だ、すごい、渡してもらっていいですか、ほら、めっちゃでかいよ、それもらえます、え、うわ、すっごい、いやいや、これ見るだけ、こっち近くで見ないと分かんないから、うわ、でっか、そんな近くで見なくていいでしょ、どんだけ近くで見てるんですか、はい、すごいなあ、これもあ、それもいいで、入れていただけますか、うん、はい、美味しそう、新鮮だな、またね、勝利君、じゃあ海鮮丼みたいな何かありますかね、あ、はい、すいません、はい、ありがとうございます、お願いします、はい、醤油、うん、あ、入れてくれるの優しいね、ありがとう、どうしたの今日、嬉しいんだね、はい、勝利が顔するときはね、嬉しいと、それは嬉しいでしょ、お寿司食べれるんだからな、ね、久しぶりに来たね、勝利ね、うん、久しぶりだね、Thank you、すいません、じゃあ乾杯を、あ、乾杯、勝利も、乾杯、はい、勝利も、はい、このね、あっちっちが美味しいのよ、熱燗でも、木桜ぬる燗だとね、そう、木桜の社長が来てくれて、うん、木桜の社長さん、社長さん、はい、社長さん、すごくないですか、すごいですよ、花輪さんの方がうちの熱燗を宣伝してくれたってことで木桜さんが来て、はい、京都から来て、わざわざ、はい、京都からわざわざ、マジで、はい、で花輪さんによろしくって言って、木桜社長さん、すごい、木桜丼ですよね、はい、うん、それはすごいな、社長がですかね、すごい人な、いや木桜の社長ってすごいよ、この間あのアンジャッシュの小島さんが家来てくれまして、あ、はい、昨日は陣内さんが来てくれて、うん、今までずっとコラボしようって言ってくれてた人とやっとできるようになって、 あとモコミチさんも、そうそうそう、モコミチさんも来てくれて、ね、勝利嬉しかった ね、ご飯作ってくれてね、あの人見ましたよ、藤原さんの、うん、あ、藤原、そうそうそう、はい、藤原ランドの藤原さん、え、嘘、いつ、公開されたから、YouTube で、あ、ここじゃなくて、うん、で、YouTube の話です、田中さんの YouTube で、はい、公開したのを、あ、ありがとうございます、でも嬉しいでしょ、そのママもその YouTube でさ、もこみさんとかね、いや、嬉しいよ、あの陣内さんとか、めちゃめちゃ小島さんとかね、すごいよね、勝利も嬉しいでしょ、うん、うま、ん、そう、いただきますって、うん、あ、ありがとうございます、はい、
まっ、はい、おいしい、うん、まっ、ほんと久しぶり。しらすおいしい。しらすおいしいね、うん、大葉とネギが、うん、うまい、うん、来た、あー、おいしそう、ほら来た、うーわ、おいしそう、すごい、ちょっと一緒食べよう、そうですね、うん、ご飯ね、はい、勝利好きなの食べていいよ、ね、カニもっていい、カニはママいらないから大丈夫、いただきます、絶対うまいよこれ、うまかね、このさ、このつまみをさ、リュウちゃんも大好きだね、大好きだね、リュウ、これを食べたくて、これがカイラビか、あ、これ美味しそう、カイラビ、いただきます、カイラビ美味しそう、うまっ、これさっきのタイラギだよね、これ、うん、違う、どうでしょう、うん、最高だね、新鮮なんだよな、これさっきのですか、ですよね、これタイラギのでしょ、そうです、美味しい、ホタテと違ってちょっと歯応えがあるんですよね、歯応えが、うん、うまっ、美味しい、はい、そしてこのクジラベーコン、でも食べれるわかんない、どうだろう、うん、ちょっとかじってた、全然うまい、うん、あ、うまっ、塩いくら、うん、やっぱ塩いくらだ、うまい、うん、うん、うん、え、メッセージを、うん、書いてくださいって、あ、サイン書いたんですよね、この間、そうなんだ、花輪さんへサインありがとうございます、お気に入りはニンニクカレーの回です、とんかつ屋も行ってきました、うまーだって、うわ、いや嬉しい、嬉しい、嬉しいね、嬉しい、ありがとうございます、すいません、うわ嬉しいな、そうやって来てくれて、本当だよね、うん、あ、たのまチャンネルからここに来られたんですか、そうなんです、え、そうなの、うん、すごい、で気に入ってくれて通ってくださって、はい、嬉しい、一番嬉しいね、うん、これ何、うわ、カニすごい、すごい、カニ、ママに会いたいっていう人とかもいっぱいいます、あ、ほんと、花さんより会いたいそうなんです、カニ、なんで私なの、うん、こんな私なのに嬉しいね、ママどんな人、ママってどんな人、普段怒るの決まってんじゃん、ね、怒るに決まってんじゃん、そんな悪いことしたら、ほんとお前ママ好きだよね、大好きだね、2人の人脈が、おいしい、この塩いくら大好き、めっちゃうまい、いや食べていいよ、いくらこれ、こんな人、うまっ、カリカリ、いくらうまっ、そういえばハヤトが優勝したよ、あ、すごいじゃん、ありがとうございます、うん、ハヤト優勝したから、ね、すごいね、何の試合、なんか強化の大会で、すごいね、すごいね、ハヤト今度連れてくるって言ってたよ、元気、ほんと、タケルとハヤト、タケルくんって言うと、うん、誰だっけ、タケルくん、斉藤タケル、タツルくん、タツルね、あ、タツルくん、タツル連れてくるって言ってた、有名人、もうすごいじゃん、だって元気の後輩だもん、いい人仲良くしてるよね、斉藤達郎くんね、うん、そうだよ、打ち込みの相手とか結構元気でやったりとかして、前見に行ったのしょうがないと選手だな、うん、あ、そっか、憧れの選手だよな、まあ、斉藤くんなんて、うん、みんなもうオリンピック行くよ、絶対、そうだよ、行ってほしいね、かっこいいね、うん、落ち着くよね、この店の雰囲気とかすごく良くない、ここ、ね、うん、落ち着けるよね、うん、落ち着くし、なんだろうね、うん、なんかいいよね、雰囲気最高っすね、竹山は、雰囲気がいいよね、ありがとうございます、本当に大将がいいでしょ、うん、また大将が一番いいね大将はあれですか、なんかスポーツやってたんでしたっけ、僕やってないです、帰宅部です、帰宅部、だからね、2段階大きくなっちゃったんですよね、はい、美味しい、まあ野球もやったんですけどね、うん、野球好きですか、でも野球は結構好きで、昔はよく見てました、やっぱベイスターズファンですか、いや、やっぱね、巨人が好きでね、そうだ、やっぱり王さんとか長嶋好きだったんで、うん、なんかテレビとかさ、芸能界ってさ、そんな寿命っていう寿命ってないじゃん、
まあ、アイドルの子は寿命ってあるかもしれないけど、でもそこからさ、才能がある人はこう女優さんに行ったりとか、女優さんって言ったって一生できるの、おばあちゃん役まで。まあね、活躍できればね、もう一握りだけどね。まあね、うん、そうだね。でも野球選手って頑張っても頑張っても無理じゃん。一部でも残んないんだよね。まあ、スポーツ選手はやっぱり、うん、あの引退があるからね、うん、芸人とかはだってずーっと一生が一生でしょって言われてるけど、うん、よく頑張ってるね、パパもね、うん、なんだかんだでね、うん、ね、なんだかんだね、なんだかんだでさ、意外とずーっとこの調子でずーっと来てるよね何十年もこうあんまりならないよね、うん、この変動が全然ないの、ね、最初売れた時ドーンって言って、はいはい、で、うん、ちょっと落ちて、うん、 そんな、うん、あと平気でこうずーっと、また今こうね、いやいやいや、もうすごいな、こう行きたいんですけどね。どこ？もうこう行きたいんですけど、こう行ってこう行ってこうだから今。だからこう行きたいですけどね。またこう行くの？行きたいですね。それはずっと思いますよね。やっぱそれは芸人やってる以上は、ここを目指してるから、ここでこうやれてるんで、ここでいいと思ったら終わっちゃうんじゃないですか。そっか、満足しちゃったらね。うん、全然満足だね。一回もしようもない。ここ行きたいと思ってて、やっとここ保ったのね。あ、来た。うわ、すげえ。うわ、すごいすごい。すごいの来ちゃうね。カニ味噌。おー、カニ味噌ついてる。好きそうなの。いや、すいません、本当に。全部好き。やったね、勝利。うわー、山ちゃんいいじゃん。嬉しい。醤油どうする？自分でちょんちょんしてつけながら食べよう。6年生のお祝いですから、今日は。あ、そうなの？そう。知らなかったもんは。6年生に、ね、なれるなんて思ってなかったから。誰でもなれる。うまそうだね。どうでしょうか。うまそうだね。うまっ。どうですか。うまい。実は、うん、あのほら、ここ見てよく。これほら、これ。ここにカメラがあって、うん、ずっとこれ回してたの、さっきから。え、バカじゃない。はい、バカじゃない。バカじゃない。なんでそんな隠し撮りする必要性があるの。大将とさっきちょっと早く着いちゃったからちょっとやろう。大将してたんですか。少しだけ。すごいだけ。少し知ってます。少し知ってるってます。そう。これ何？ドッキリも何もないでしょ。いや、まあなんかこのそういうちょっとゆるいさ、ルーティーン的なのをね、はい、見たいみたいなコメントも来てたんですよ。嘘だよ。で今日、だからまあこういうちょっと普通に谷山さんいつもね来てる、うん、時々贅沢したい時に来るお店ですけど、そのせっかくだから回させてもらおうかなと思って、ちょっとあえて言わずに、ちょっとなかなかこういうのやったことないんでね、うん、でも多分普段と変わらないと思うよ。まあ意外と変わらなかったのかどうなのか分かりませんけれども、こういう緩い感じも、ね、いつもと一緒だよね。全然ネタバラシしても関係なく食ってますけど、ね、うん、全然関係なかったっす。まあ、そうですね。あの、うんばとかママのリアクションとかは、うん、カメラ回ってスイッチオンになってやってんじゃないかって思う人もいるかなと思いますけども、これでお別れやってますけども、あの全然普段通りです。いつもこんなんですよね。そうですね、うん、はい、すいません、はい、そんな話をしてたらもう食いばれそうだな、勝利君は。すごいな。おいしい、うん、めっちゃうまいですか。最高。うめ、うん、これサブちゃん。いや、違うメインですよ。大丈夫かな。大丈夫。取れなかった。取れなかった言ってんじゃないよ。取れなかったじゃないよ、お前は本当に。よく覚えたな、そんなこと。はい、ということでございまして、今日はね、ちょっと隠し撮りで、普段の、風景をちょっと撮影してみましたということで、まだこれからも食べますけどね。はい、とりあえずごちそうさまでした。社長、すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。